2月28日ベトナムのハノイで行われましたあ第2回目の米朝首脳会談ですけれども結果的には何ら合意に至らずう合意文書の署名も見送られました。 今回の,この米朝首脳会談なんですけれども事前にその化北朝鮮の非核化に関して完全かつ検証可能な形での前進があるのではないかあるいはまあこれは主に北朝鮮からの期待なんですけれども制裁が。 一部あるいは全面的に解除されるのではないかとかなりですねこの会談が行われる前にはもうその両国、アメリカ、北朝鮮あるいは周辺国、中国、韓国含めてですねかなりの期待がですね高かったんですけれども終わってみると各マスコミ等の表現によれば予想外、想定外の何ら合意がないまあこういう形に終わったということです。確かに まあ、2月28日です、ねえーその、話し合いが終了した後のトランプ大統領の会長は、まあ、あのキム・ジョン委員長を、まあ、褒めてはいるんだけれど表情はこわばったまま、えー、去年の6月の米朝首脳会談の時とは明らかにです、ねえー、ちょっとこう表情が違いましたし昼食、えー、会の中止というのはなかなかすごいです、えー、それからです、ねえー、記者会見を2時間早めてそしてアメリカへの帰国も2時間早めました。えー これを見るとですねもう北朝鮮のね話もしたくないもうこのベトナムにいたくないとかなりですねえ不満が表明された形ではなかったかなと私はですねこの2月28日見てて思ったんですけれどもまあ1日経って3月1日ですけれども世界中の政治家あるいはマスコミがですね いっったなななぜこういうこううととになったんだとまあ騒ぎになってます果たして何があったのかこれに関してですね2月28日当日の夜、幸福の科学大川隆法総裁によってトランプ大統領の守護霊霊言キム・ジョンウン委員長の守護霊霊言さらに東郷平八郎の魂の兄弟による霊言の収録が緊急で行われましてその昨日の実態というものが見えてまいりました。 この霊言によりますとですね要するにトランプ大統領何が起こっているか北朝鮮が対等だと思って今回、接してきたと去年はもうサギのようにして緊張していたキム・ジョン氏だけれども周りが持ち上げて現在の,この状況がちゃんと分かっていないんではないかと。 えー、具,体具体的には、あ北朝鮮はです、ね、要は4本のです、ね、1箇所の核の施設の閉鎖で、えー、制裁解除が行われるというふうに求めてきたんだと、と、まあ、しかし、えー、あまりにも思い上がった考え方であるということで、このトランプ大統領の司法令はあ、立場を分からせないといけない。 少し痛い目に合わせないといけないということで今後、軍事オプション軍事的な行動に出る可能性をですね発言いたしましたそれに対してキム・ジョンウン委員長の守護霊霊言の方は何を言っているかというともうこちらは人生、時間がたっぷりあるんだとゆっくりやるんだとで非核化についても結果的には作ったものを捨てるかと、え。ー 1箇所ずつトランプ大統領の任期の間3箇所ぐらいの閉鎖で言ってみればですねこのお茶を濁すという形でやっていくんだとこういう考えを示して昨日の2月28日の米朝首脳会談に関しても 私が勝ったたんだと、まあ、豪語ししておりました、まあ、これですね完全に、えー、とすれ違っておりましてトランプ大統領が現実に記者会見で言ったとおり大きな溝は存在していますトランプ大統領はアメリカを甘く見て交渉をうまく進めて時間稼ぎしながら制裁を解除をしていってその金王国を安泰に万石のものにしていこうという金,金正恩院長の考えそしてまた えー、北朝鮮にしっかりと 自分たちの立場の弱さを思い知らせてそれでもって完全な非核化をやろうというこの固い固い意志を持ったトランプ大統領これ確かに大きな溝があるんだということをですねこれまた奨励霊霊源を通じてえ見えてまいりましたまああのですね東郷平八郎の魂の兄弟の方の霊言によるとですねアメリカは今後同盟国に根回しをして一定の手続きを踏んだ上えで軍事行動を出る 出るんではないかとでそれをもって、えー、今年のです、ね、秋以降の交渉を、まあ、進めさせる腹であろうというふうなです、ねえー、見解も述べられました、えー、いずれにしてもです、ね、現実をそしてこの霊言で明らかになったあこれからです、ね、言えることは私はやっぱり3点ぐらいあると思いますまず1点目北朝鮮の非核化への妥協は絶対に許されないということです。えーこれは 我々日本そしてこのアジアの平和を守るためにも北朝鮮のような独裁体制の国家が中国に加えて、えー、また核兵器を持っったまままとというこははあってはなりませんしかもですねもっと怖いのはこの核兵器を持ったまま南北融和が進められて万が一南北統合となった時日本は隣に 強力な反日国家を持つことになるということで、この北朝鮮の非核化は絶対に妥協は許されていない、その意味でトランプ大統領がしっかりとこの北朝鮮の非核化について妥協するつもりはないという姿勢を示した、この2月28日の米朝首脳会談の姿勢は、私は的確であったと肯定できるなと思います。そして点点目ででですす韓国の裏切り行為はは許さされれないといとととうことですこここ心配されることは 韓国が北を助けるために前のめりになって事実上の北朝鮮に対する経済制裁などこれをですね破ることです実際にあのレーダー照射の問題もやはりどうも日本の周辺で韓国による北朝鮮への支援が行われているのではないかとこのように見られる行動があります。ここのよううにに北朝鮮に対する制裁がががどっかでそこが穴が開いてしまうと 朝鮮は生きき延びるることができるそうすると何を意味するかというとトランプ大統領相手に時間稼ぎをずっとし続けられるということになります、えー、もちろん中国もロシアもこの,うーんあの制裁というものです、ね、穴を開ける可能性は考えられるんですけども今のところ韓国の行動が一番危ないと見て、まあ、あえてです、ね、その米国との関係も考えた上で韓国にはそのような制裁破りはするなよということを言っておきたいと思います。そして 4点目、日本は今回の,この米朝首脳会談、物語に終わったことによって非常事態に備える必要性が出てきたと、場合によってはですね部分的に北朝鮮とアメリカによる戦闘行動があります、その中でもしかしたら何かしら日本に類が及ぶような状態も考えられます。日本としてては何があってもまず 遠い,遠い北朝鮮から見てはるかに遠いアメリカでなく北朝鮮からすぐの場所にある日本として自分の国は自分で守れる体制をしっかりと築かねばなりませんえ今年2019年米朝のこのお話し合いえそしてその上にあるその先にある非核化問題いよいよ正念場を迎えました。